めっちゃいい弓のかけ場所見つけた。お前しょっちゅうさ、これいくらなんて言う、俺がさ、例えばこれいくらぐらいすると思うっつって、逆にいくらぐらいすると思う、もちろんピンから切りまである。いやもちろん、うん、でもそう、弓だけやろ。弓だけよ、これだけよ。で今こうやってかけとおけ。でも1万、そう、正解。今ここにかかっております。で、もう花粉、やおいか。何そのやおいかんって。方言やね。地方面やね。福岡が出とるから。ちなみにさ、そのなんか上のネジあるじゃん、これ。うん、それそれなんか動かしたらどうなんの。これね、今さドソレラってなった状態、うん、で、例えば、まあ緩ませるっていうのと締めるっていうのあるんやけど、まあ今日は締めるね。ドがラのフラットになった今、うん、だけん全部何音階が下がるんよ。ドソレラって5度調弦5個離れとるんよ。ドレミファソラシドレレミファソラ全部5個外れとるんで4本弦あるんよ。で今ラのフラットにしたけん弾けるんやけど、ドっていう認識があるんよ、これは俺の中では。うん、ドがラのフラットになったけん、うん、でもドって言われねん。うん、やけん指を頼りに弾いていかないかんわけよ。うん、ちょっと気持ち悪いわけよこちらからして。はいはい、ドレミファソラシドのピアノあるやん。あるね。それがドのポジションがラのフラットになるんよ、うん、ちょっと気持ち悪いよ、うん、言ってることは分かる。そう、うん、でもチェロはポジションだけ覚えとけばガーンって、あとは想像するだけっていうことで、前編に出てきた舞もちゃんと、まああの後すぐね、撮っとるの。そうだね。舞もちょっと来てもらって全部調弦を3度半下げてもらおうと思います。というわけでやっていきましょう。舞3度半下げてください。チェロがドからラのフラットになったんですよ。これバイオ…ソレラミだから、ソファミでのフラット、どのシャープ。あ、じゃあヨド。そう、そう、これは楽器に悪いです。で、今日2人とも外で弾く用の楽器というか大事な楽器なんですけど、を使っております。え、何を。前編に撮った動画のあの感じをキーチェンジでもう一度、じゃあ同じ感じで、同じ感じでやるかと。音が違いすぎて無理だった、ね、いや、むずいよな。あれ、ちょっと待って、なんか大気がするな、気分。はい、多分大丈夫。え、良くない？違う。違う。待って待って。この面白さ、分かる人には分かる。いや、いないよ、本人しかわからないよ、こんなの。マジ。やってみないとわからんって、絶対。それに直してね。完成した。で、気を取り直して、テイク2。
二度とやりません。